リクシルスポーツではツイッターやインスタグラムもやってますので、フォローよろしくお願いします。フォローお願いします。俺ずっと奈良さんにね、聞きたいのはあのチャンピオンシップのあの秋さんと奈良さんのホットライン。ありましたね、そんなのね。ね、あれ絶妙な。絶妙なね、うん。ありましたね。あのゴールは何だったんですか？確かビスが蹴って、なんか向こうに秋田さんがいて、はい、まあ、ディフェンスライン上がってきたんで、うん、こう上がってったんですよ。うん、でそこで、あ、まあ、来ねえだろうなと思って、うん、秋田さんだからと思ったら、もういいパスが。絶妙でした、ね。すごいですよ。だって、ちょっとボレー気味にこう綺麗な回転かけて ね来ちゃってどうしようと思って、いやどうするもこうするもいいボールだったし、絶妙な飛び出しでした。で胸トラップして、で中ちょっと見たらいるんですよ、得点感覚の素晴らしい13番が。うわどうしようと思ったのね、合わせるか振り抜くか、でも国立だったじゃないですか、でチャンピオンシップで、うん、これ取ったらヒーローになれると思ってあそこはよぎったんだ。そう、あの一瞬だけよぎって、2点目取ったら振り抜きましたね。でヒーローになれずに。あの時ヒーローになったの誰でしたっけ？で1点目高木でしょ。あ、そっか。3点目シアルでしょ、はい、全部持ってかれちゃった。そうですね、この2人全部持ってかれよ。まあ俺クロスが入っただけなんで、もう全部持ってかれよ。一番のスーパーゴールでしたけどね、うん、だからほら奈良さんのすごかった。あれだってあれをだから胸トラするのって感じだったのね、うん、身体が違ったのね。そう、優勝して、でほらその後のこう番組とかあるでしょ、はい、そこに呼ばれると思ったんですよ。待ってたんです、広報さんの、はい、効率で何もなし。帰りましたか？帰りましただってそれで言うと、うん、帰りました。あの今の奈良さんだったら、はい、多分ああそうだね、ガヤで呼ばれてました。あの当時の奈良さんは呼ぶなオーラすごかったと思います。いやその時は期待してました。いや本当期待してて本当ほうそう本当にこれは来るだろうと思って、ちょっと待ってたら、来ないから、それしょうがないから、嫁の実家の近くの、あったファミリーレストランだったんですよ。ファミレスですか？ファミレスの。ファミレスで、どうするっつって、で、ドリンクバーで、はい、嫁と二人で乾杯したっていう。寂しいっすね。寂しくないですよ。嫁と二人ですから、それは何をおっしゃるんですか？寂しい。もう覚えてんのが、2001年、今のスタジアムのこけら落としの。はいはいはい、はい。柏レイソル戦、うん、あったじゃないですか、はい、PK だったでしょ、はい、おじさん一人だけ崩れ落ちちゃってPK 蹴る前に、はい、うわもう負けだってキーパー坂畑さんなのに、うん、決められた。いや、そう、いや、ダメだストップですよ。でストップして、俺が決めて、ハッサンの、うん、そう、V ゴール、そう、それは覚えてます、ハッサンの V ゴール。次の日ぐらいにもうセレードに超言われて。見られてたんですね。そう、見られたの。その時、ソが止めないと思ったってことでしょ？ああそういうことだね。そういうことだね。負けたーと思ったってことは、そういうこと。そういうことだよ。うん、ちょっと脳裏がちょっとあって、で、ファン・ソンホン。ファン・ソンホンです。そうですね。ファン・ソンホン。俺が倒したんです。じゃあ、自作自演じゃん。いや、でも完全な一対一だったから、もう。抜け出して自作自演でヒーローになれないやつ。ハセさんが全部。結局ハセが全部持ってかれたね。ソガを信用してなかったっていうことでいい。申し訳ません。認めた。まずまあ綾瀬14点。はい。綾瀬どうでした？2桁取ったっていうところはまあ評価してあげたいなっていうところ、うん、まあそれ以上に取れたね。もっと取れた、ね。うん、取れたと思うので、だからもっとねその数字。っていうのはこれからもこだわってすごくやってほしいなというのは感じたかな、うん、のんびり屋だよね、綾瀬、うん、そうでもまあマイペースはマイペース、うん、まあストライカーだからそういうところはあるのかもしれないけど、怪我もちょこちょこありながらだったから、うん、それでもまあ14点取ってるわけだから、うん、まあ本当怪我なくフルでやっぱり戦えるようにすればもっと点も取れるだろうし、うん、必然的にそうなるだろうし、そうなってほしいなっていうふうに思う。話してるとすごい考えてるんですよ、うん、サッカーのことは、うん、でもサッカーに関してはまあ真面目。すごい真面目。亮太郎はだから亮太郎も10点か。最初良かったからね、スタートがね、うん、中盤ねちょっとこうスタメンで、うん、こう起用されなかったゲームをまあ、2桁取ったのはね、すごい。すごいね、10代で、うん、上さん以来、うん、でしょ、うん、でも何十年前だもんね。ですよね、上ユーマンじゃないですよ。違いますよ、庄司の方でしょ
結果はしっかり残してくれたかなと。あんまりだから強気な性格じゃないけどね、うん、ピッチの中に入ったら変わるのかな。自分は出せるタイプだと思うけど、普段はなんか亮太郎もなんか結構おっとりじゃないけど、まあそっちタイプだね、うん、ピッチ入るとやっぱ顔つきっていうかスイッチ入るような感じはするよね、うん、ピッチ外ではもうあれ好青年な感じ。ピッチ外は好青年です、うん、羨ましいなと思う。本当に。そういう人たちは。ビジュアル系。ビジュアル系。アキさんとか。じゃあビジュアル系だったでしょ。いじってくるじゃん。いじってくる。アキさんとか。アキさんかっこいいね。やべ、アキさんオチに使ってたら結構やばいですからね。で、僕はもう全責任僕が持ちますから、大丈夫。そこは安心してコメントしてください。シェロールスイスでしょ。そう。やってないんですよ。あ、やってない。やってないっていうか、うん、知らないんですよ。ああ、スイス人だけど。スイス人で経歴を見たら、うん、2009年から監督をやってるんですよね。で、2008年の6月までスイスいたんで、うん、まあ京子からそういうの一切聞かれなかったんで、ちょっと寂しいなと思って。違うね。スイスでやってたのにと思いながら。何にも、はい、使えんのこれ。そうか。普通ね、なんか聞くけどね。まあまあ聞いても俺も答えられないんで、わかんないんで。そういうことです。そう、そう一緒なんですけど。そういうことね、ムルジャって対戦してる？してる、してる。決められた？またそこ？またそこ？またそこ？決められてると思う。大宮？大宮、大宮。で、岩政大輝ですよ。もう解説者としてはね。すごいですよ。すごいですからね。よう喋るなーって思うぐらい喋りますからね。言葉出る出る。ね。どんどん出る出る。言語化って言って、もうどんどん出てくる。二人がまた結構言うんですよね。そうか。こう、大輝もこうみたいな。言ってた？いや、言いましたし、向こうも、こう、結構自分を持ってる、守り方とか、イメージを持ってる。でも俺も言うし、向こうも。信頼関係はできてたと思いますし。うん、アンドラズって昔からそうじゃないですか。結構。そのピッチ上の中のことは、ね、まあ、ね、お互い言い合ったりとか、うん、だから、それこそ昔の秋田さんと相馬さんみたいな、はい、本田さんとか、うん、ね、ずっと言い合ってる、うん、言い合ってるっていうか、まあ、勝つためにこうどうするかみたいなのが結構ピッチの中でね、まあ、練習終わった後とかもあったんで、うんうん、多分選手たちは、あの、うん、よく喋る山佐大輝っていう多分イメージだから。うんうん、まあ、選手と監督の、間に入ってやらなきゃいけなくなるだろうし、うん、でももう現役の時、鹿島の時下の選手の面倒見とか、岩政塾とかね、面倒見は良かったから結構やってましたからね。あ、そうなんだ、うん、また落とし上げで違うね、その前のセンターバックの人とはね、そういうのなかったもん。秋田塾ですか。なかった、そういうのなかったいや、だってみんな入門したくないですもん。わかる、はい、うん、怒られるだけなんで、うん、岩政塾はちゃんとこういろいろと説明してくれるんで、言われるだけ。あ、そうか、そう、言葉でね、はい。はい。ちゃんと言語ができるかできない。大丈夫。やばいやばいやばい。大丈夫。監督、J3 優勝監督ですから。そうですよ。はい。責任取ってください、奈良さん。もう全責任取ってください。はい。もう大丈夫です。ね。まあ。謝りますから、しっかりと。どう落とそうかなと思って、監督さんを。一発目。落とす？うん。どういう風にいこうかなの。絡みっすか？そう、絡みを。どうやっていこうかなの。そこ大事ですね。ここ大事。第一印象。そう。お前なんだっていうなっちゃうかも。可能性もあるけど。いや、絶対なりますよ。なっちゃう。まあ、なりますよ。ほぼそうなるけど、うん、リスク承知で、うん、ちょっと乗り込もうかなと。そこ、曽我さん取れますね。お面で入るか。そこ、曽我さんサポートお願いします、ね。いや、できないです。ほったらかしっすね。めんどくさいと思いますけど。それ嫌だな、関わりたくないな。岩政さんも、そういうとこ、うん、ちょっとこう、冷たいとこあるかもしれない。大輝も冷たいね。うん、逆にそういうとこある。たまに冗談通じないときあるし、ね、そう。俺一番記憶残ってるのはやっぱもう、現役の時じゃないけど引退試合。あんだけ点取れない。恥ずかしさ。恥ずかしさ。サポーターにあんないじられる恥ずかしさ。心配されて。そう。本当に取れんのか。いや、本当。だって、空気読まずに PK 止めるやつ。いや、あれは完全に空気読んだよ。人の引退試合で PK 止めてガッツポーズする人すごいよね。いないですよね。いやいやいや。あれを止めちゃうっていうのね。止められる方も止められる方だと思う。そういう雰囲気あったけどね。はい、そういうスタジアム。で最後、レフリーにまで気使われて、こうね、うんうん、
バニシング、ね、書かれたもんね。そう。工事ってね。良くも悪くもあれですね。僕的には2006年のナビスコの決勝かな、ジェフに負けた試合だったでしょ。あの時で一応メンバー入ってて、だ現役で初めての行ったけどメンバー外になったっていう試合が。あれ多分あの時あれアウトリー。アウトリー。だから悔しさが、うん、すごく、へー、うん、あったかな。だから、ね、悔しさが忘れられない。そう、あれは忘れられないかな。引っ越ってやんですか。デビュー戦とかの思い出もやっぱあるし、まあタイトル取った試合。これって決めらんない、うん、一番決めるの難しい。で、引退するとき聞かれたでしょ。俺なんて言ったかな。知らないな。覚えてないけど、こんな感じで言ってる気がするけど、なんて言ったかな。そうそう、多分、試合行ってないかもしれない。あ、そうなんだ。クラブワールドカップとかもそんなにじゃあ印象には残ってないんだ。フロンターレのチャンピオンシップからの怒涛の1ヶ月、うん、レッズ戦も行って、で、クラブワールドカップやって、その後まだ天皇杯もあって、うん、すごく、まあそこの試合っていうその残り期間はすごく、まあ、印象に残ってるけど、すごい充実してたし、中2日3日でずっとやってたもんね。チームとしての手応えも感じながらやってたから、うん、それはまあ印象はあるけど、この1試合っていうのはあんまりない。まだでもそうか、 500? すごいよね。だって天皇杯で言ってしまえば、あの鎌本さんを超えたっていう、うん、超えちゃいけない人を超えたっていう、超えちゃったね。面白かったのが500試合を一緒に迎えたのが三尾っていうのね。二人のなんか縁は感じますよね。石井さんがあえてやったりして、同じ試合で500試合ですよ。だってあ、そうだったっけ。同じタイミングで500試合がそもそもそんなにないのに、うん、同じ試合で500試合をこう迎えるってなかなかなくないですか。切っても切れないわ。そう。この二人は間違いなく。仲良し。なんだかんだで仲良しなんだ。歴史の中でいつも幸せにっていうのもある中で、幸せを感じる瞬間、奈良さんはいつですか。これ両目見てるな。ボソッとしてるな。やっぱ家いる時ですかね。子供と最近だから遊んでる時、今1歳児。いいな。全然言うこと聞かないですよ。でも可愛いです。ずっとこれでいいの、いればいいのになって思うぐらい、うんうん、そうはいかないね、うん、そうはいかないですよ。そうはいかないですよ。まあ家で子供と遊んでる時かな。あっという間ですよ。奈良さんのところも俺ら入団した時は ね可愛かった、ね、一緒にゲームして泣かした思い出もありますね。そうね。顔見て泣いたわけじゃなくて、違うコントローラーをガーンって投げて幸せを感じるし、まあ家もそうだけど、お風呂入った瞬間かな。もう分かりますよ、ね、うん、俺もそれは。うわーってこう、あの瞬間はなんかこう、疲れが一気に、吹っ飛ぶ感じは。分かります。あるけど、こう、娘とかが、こう、入りたい時、ドドンって早めで、はいって、すぐ出る親父っていう。完全にもう全部主導権は娘ですか。娘が今。うちは。曽我さんもそう、そこは。ソファーでずっとこう座ってテレビ見れたりとか。ソファー動かなそうですもんね。いや、休みの時は本当動かない。やっぱいくつになってもやっぱ子供かな。まあ、成長を見るのは楽しいです、うん、うちはもう成長しちゃってるけど、結婚までして。そうです。だからうちの娘もね、これはやっぱいいお年頃だから。どうなんですか、息子の結婚は嬉しいでしょ。娘の結婚はどうなんですか。複雑な、うん、って言うけどね。早くしてくれと思うんだけど、いないみたいなんで、彼氏が。それこそ奈良さんはもうじいじになる可能性も出てきて。そうなの、もうどうしよう。ね。でも本当じいじになったら、本当にもう磯野家みたいな家を建てようかなと思って。昨日連絡もらって息子からね。俺も。え、じゃあもう奈良さんおじいちゃんってことって聞いたら、いやもうおじいちゃんみたいなもんすからね。言ってた、言ってた、言ってた。ソガは大切な宝物。成長を見てね、それは楽しみだし、そういう意味でやっぱ宝物というか。まあそうだよね、子供になっちゃうのかな、宝物ものではないけど、まあそこが楽しみでもあるかね。特に二人はね、これからね、孫できても
お世話してんの、孫。孫を。孫、孫。うちの孫。うちの孫、うちの孫、お世話してんの。そうですよね。孫。お願いしますね。リクシルスポーツ、ザ・セッション。チャンネル登録をお願いいたします。硬いなぁ。チャンネル登録をお願いします。もっと硬いなぁ。次回もお楽しみに。お楽しみに。バイバイ。